はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。ですね、6月は14日の水曜日でございまして、朝からトラブル続きなんですね、私は実は。京都でトラブルが起こってですね、京都にも一部ですね、私の持ち物がありましてですね、それがこうトラブってるわけです。ああ、めんどくさって感じですね。遠いというのはね、こう自分で行けないというのがありますから、人を動かさなあかんわけだって。なかなかめんどくさい。特に京都人を動かすのめんどくさいですよ。ほんまに。さて行きましょう。ロイターでございまして、6月は13日、昨日の3時30分午後に出たニュースですね。アングルでリスクに揺れる西側企業、中国事業さらに複雑化ということでございます。西側諸国は対中政策をめくりデカップリング、切り離しに変わってでリスク系低減という言葉を頻繁に発信しつつある。一方中国政府は両者に本質的な違いがあるのか疑いの目を向けている。双方の狭間に置かれた企業にしてみれば、デカップリングかデリスクかを論じること自体に大した意味はない。その通りやんと。もうちょっといきましょうか。実際に中国事業を完全に切り分けるか、あるいはもう少し小幅な軌道修正にとどめるかは、事業の実感や中国との関わりが直接的か間接的かといった要素に左右されるためだとロイターが取材した複数の企業関係者は言う。先端技術からロシアや台湾をめぐる外交問題に至るまで数々の対立を経て、西側と中国の緊張が高まるとともに、中国事業を手掛ける各企業は緊急対応計画をどう策定するかという不安に苛まれ、さまざまな規制の地雷を踏まないよう緊張しながら日々活動している。ユニセフ前事務局長でいくつかの大手企業の取締役を務めてきたヘンリッタ・フォア氏は、中国側米国側ともに途方もなく大きな疑念がある。最高経営責任者 CEO の 90% はこの事態に正しく対応する方針をまとめることに時間を費やされていると言いたいと語ったと。以下続きます。これ3分で読むんですから、今1分分も読んでないぐらいですね。アメリカがデカップリングということを言い始めて、およそですね、3、4年経つと思いますね。トランプさんの時代からですね、中国から離れようと、デカップリングしようという動きになってきました。バイデンさんに代わってチートはマシになるかなと思いましたけども、全然そんなことはございません。丸2年経ちましたけどね、バイデンさんになって。もともとバイデンさんパンダハガーですからですね、もうちょっと中国に優しくするのかなと思ったら、今アメリカ国中がですね、中国けしからんというふうに動いています。特に議会ですね、が反中ムードが非常に強い、わけでしてですね、で、中国もまだよっしゃいいのにですね、戦狼外交なんてことをやらかしてですね、なんていうのかな、融和的に行こうとすればいいものをですね、むしろ牙を剥き出したりすることがあるんでですね、ますますアメリカの、警戒感がですね、強まってしまうということになろうと思います。で、アメリカはですね、例のごとく世界を巻き込んでですね、中国という国を抑え込みにかかろうとしているんですね。でですね、この前のG7 でもですね、なんとかですね、西側を対中対ロでまとめようとする動きになりました。これに対してですね、世界中がそうかというとですね、日本は比較的アメリカに従ってるんですけど、ヨーロッパなんていうのはですね、はい、いや疲れます、本当にトラブルは。どこまで行きましたっけね。はい、先端技術やロシアや台湾をめぐる外交問題に至るまで、
数々の対立を経て西側と中国の緊張が高まるとともに、中国事業を手掛ける各企業は緊急対、先週にはベンチャーキャピタル VC 大手セコイアキャピタルが中国事業とインド事業、欧米事業に世界を3分割すると発表。分散化されたグローバル投資事業の運営は複雑さを増す一方になっていると説明。企業がより切迫した状況に陥っている様子がうかがえる。この複雑さを形成する要素の一つが米中対立など地政学問題にあるとの声が複数の関係者からは聞かれると、まあ、こんなふうに続いていくわけですけど、さっきも言いましたけど、ヨーロッパの企業からするとね、こんなアメリカの話やんと、アメリカと中国やんって、勝手にやれよと、お前らという世界なんですね。でもね、ちゃうんですって。ヨーロッパの企業はね、甘く見てるかもしれませんけどね、例えばウクライナの問題で、日本も影響を受けてるわけですね、ものすごく。日本も対ロシア制裁に参加をしてるんですよ。まあ、と言いながらですね、天然ガスは凍ってるんですけどね、あんたらだって凍ってたでしょ。あんたらだってあのパイプラインが破壊されるまでガスは凍ってたわけでしょ。でも巡り巡って関係あるわけですね。で、日本企業はもうロシアから撤退しなあかんわけですよ。で、中国が台湾に手を出したらですね、当然アメリカは制裁を発動しますし、ヨーロッパもそれに乗るか乗らないかはですね、迫られるわけなんですね。で、それに乗るとですね、中国国内にあるですね、ヨーロッパのアセット、ヨーロッパの企業のアセットはですね、危険にさらされるわけです。まあ、ほぼなくなったと思ったらいいわけですね。フランスのマクロンなんかずるくてですね、俺らは関係ないとか言うてるんですよね。まあ、それがですね、ヨーロッパの国の本音やと思います。そんな勝手にやってくれよ、台湾なんかと。俺ら関係ないわと。でですね、デカップリングという言葉ですね、 G7 で出てきてましたけども、それをデリスキングというふうに変えたいという、当たり前やそんなあのリスクを回避すると誰でも思いたいやそんなと。デカップリングというのはですね、もう引き上げようということなんですね。アセットを引き上げようというのはデカップリングなんです。で、リスキングっていうのはいながらリスクだけはヘッジしようというずるい考えなんですよ。まあ、別にね、そうどう考えてどう動くかは各企業の自由です。でもね、結局のところでリスキングでうまくいくかどうかなんて分かりません。でカップリングであってアセット引き上げてしまえばですね、もうそこはノーリスクになりますね。なんでなんていうかね、やっぱりみんな都合のいいように考えるわけですよね。デリスキングやとかいやいや、ちゃうってあんたらって、デリスキングなんていうのは理論的にありえないですね。なんで、なんと言いましょうかね、非常にそれはですね、都合良すぎると考えていいでしょうね。だから、なんて言いますかね、今日言葉の言い換えのごまかしに過ぎないんではないかというふうに私なんか思いますね。どう言いましょうかね、結局ね、始まってしまったら、その、あれです、やっぱり中国は中国なんですよ、一党独裁で、何やるかわからんわけですよ。で、始まってしまったら、もうアセットはなくなったと思った方がいいわけなんですね。だから、で、リスクなんていうのはありえない、ありえない。ではデカップリングでノーリスクにするかですね、もうリスクを確保するかどっちかなんですよ。でいながらにしてね、リスクを概要し、俺だけは英明を見ようというか、俺だけはその中国政府の接収を免れようなんていうふうに、ヨーロッパの国は考えがちなんですけども、常識の通じる相手ではないですからね。その一党独裁の共産党政権になる限りは法治国家じゃないわけであって、最後の最後はそういうですね、リスクがあるわけであって。ヨーロッパの国って比較的うまいんですけどね、デリスキングが。でもですね、彼らにしたところで中国が無法者国家の牙を剥いてしまったらですね、もう結局のところ無理でしょう。
無理でしょ。常識が通じる相手だとね思って今まで付き合ってきたんだと思いますけど、通じませんから基本的には、日本はね比較的ねその中国がそういう牙を剥くところをですね何遍も見てですね牙を剥かれてえらい目に遭ってきたんですね。だから日本人はもうすでにもう共産党の中国というものに関してあんまりこうあれを抱いていないんですよ、夢を。時々ありますけどね、時々日本企業でもアホな企業がこれから中国やとかでも言うてるところありますけど、ちゃうてちゃうて、もうあの国は今後衰退するわけであってですね、何をやらかすかわからんわけであって、あの習近平が率いてる限りにおいてもうその法治国会の道を歩むということもありえないわけなんですね、そこのところねヨーロッパはいつ気づくんやろうなと思いながらこういう記事を読んでいますと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。